石垣島天文台石垣島天文台石垣島天文台は沖縄県石垣市にある天文台自然科学研究機構国立天文台石垣市石垣市教育委員会特定非営利活動法人八重山製の会沖縄県立石垣正少年の家琉球大学の6社で構成する協議会によって運営される天文台であるベラ 石垣島局連携という新しい形態での運営によって、生涯教育や学校教育、さらにはアマチュア観測家との連携も踏まえた活動を推進することを目的に設置された。昼間の見学は自由であり、夜間には天体観望会が行われる。また、緯度が低く、王道が高いため、一般観望時間以外は惑星科学や、 太陽系天体を中心に観測が行われている。大型の光学赤外線反射望遠鏡が設置。運用される観測研究施設としては、日本最西端かつ最南端に位置している。望遠鏡の光景は105センチメートルであり、光学望遠鏡としては、九州、沖縄地方で最大である。石垣島には、当天問題の他に、メイクラ地区に、 国立天文台水卓 VLBI 観測所の観測点の一つであるベラ、石垣島局が設置されており、相対長長期戦電波干渉法による観測が行われている。銀河系の精密マップを作成するための観測を中心に地殻変動等を精密に捉え、日本全体におけるプレート移動等の観測も実施している。石垣島における天体観測施設は、 20メートル電波望遠鏡を有する国立天文台ベラ、石垣島局が設置されたことに始まった。当初のベラは、岩手県欧州市水沢区と石垣島に、それぞれ2の4基の電波望遠鏡を置く計画であったが、1980年代初めに、延山宇宙電波観測所に45メートルミリ波、電波望遠鏡が完成し J ネットによる観測が、 始まると、その成果や VLBI 関連の技術の進展を取り入れて、現在の4局からなるシステムが構想された。しかし、当初予算で認められたのは、水卓、入力、小笠原の3局のみであり、石垣島局はこれらの3局に1年遅れて、2002年3月に開設された。その後、石垣市民や八重山製の会からの要請を受け、 国立天文台は2004年5月に石垣島に光・赤外線望遠鏡を設置することを決定し公表した。そして2006年3月、全税だけの山頂に石垣島天文台が開設され、同年4月1日から一般公開された。同天文台は開設から約半年後の2006年9月15日から16日にかけて 八重山諸島を襲った台風13号により甚大な被害を受けたため、昼間の施設公開と夜間の星空観望会が停止されたが、2007年4月1日に復旧し、一般観望を再開した。入館者は2007年7月8日に1万人を達成し、2010年2月21日に3万人を達成。 2013年には4 d に u を上映するシステムと合計40センチメートル赤道儀式望遠鏡等を備えた星空学びの部屋が増築され7月4日から一般公開されている。愛称は無理か武士。これは沖縄方言で星の群れすなわち座ルを意味する。105センチメートル光赤外反射望遠鏡間望用焦点は 通常の接眼部と同じ接眼レンズが取り付けられ、自動制御による看望が可能な設計になっている。研究用商店には、三色同時速攻カメラなどの機器が取り付けられる。玄関からドームまでバリアフリーを導入しており、車椅子使用者も望遠鏡まで来て看望できるようになっている。ありがとうございます。